第44回目でございます。先週ちょっと、うちの前回の告知としてさせていただいたんですけれども、ね、まだまだ大阪今人数が増えてきて、また少しどうなるか、必ずやらせていただこうとは思ってるんですけれども、本当に、一日一日、不安な日が続いております。皆様もどうぞお気をつけくださいませ。そして、今回なんですけれども、今回、重田雄節の金五郎という曲を、ご覧いただこうと思います。歌舞伎の、古参金五郎から来た曲でございますけれども、もともとの話は、金谷金五郎という上方の歌舞伎役者と、島の内の遊女でした古参の、心中話なんです。これが、もともとの話になっております。それが歌舞伎になり、そこで流行ったものですから、そこから、こうやって地唄、今は地唄で演奏してもらってるんですけれども、重田雄節に、移されて、うちの家にも伝わっているという、振り付けは新しいんです。うちの祖母が、楽勝さんのために、振りをつけまして、これがだから金五郎が男で、始めまいまして、古参になってっていう風な、曲になっております。もう一つこのね、YouTube でよく出てくるんですけども、楽勝さんもそうですけど、若狭さんのおさんは、自分で振りをつけられまして、これは、ほぼほぼ古参の気持ちでこの曲を1曲回れてたんですけれども、今回は楽勝さんのおさんにつけた、振りで、の方で、今回ご覧いただこうと思っております。それでは重田雄節金五郎、どうぞご覧ください。
でしたでしょうか。この金五郎、実は全曲やると20分近くあるんです。で、今回は前半初めの部分から、古参に変わって少しのところまで、ご覧いただきました。これ実はまた今週もなんか、告知になってしまいますが、6月の27日に、楽勝三郎さんの13回忌の追善が、国立文学劇場で行われます。1部の頭、2部の頭に、楽勝師匠の映像も、ご覧にいただけるそうでございます。1部の方は NHK の日本伝統芸能日本舞踊鑑賞入門の時の映像、2部の方はお得意でした歌い本狂乱の映像も、ご覧いただくようになっているみたいでございますので、もし本当に見てやろうというね、見て、でまた楽勝さんのおっさんのことを思い出して、あ、久々に見たいなとかって思っていただければ、お越しいただければ幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします。本当に今ね、大変な、大阪も本当に大変な状況で、まあ、全国的、世界的に大変な状況になってきております。なんとか私の方は去年に比べましたら、いろいろと仕事が、進んできております。今、お見せした、楽勝師匠の追善の会であったり、御用会で一緒の蘭子さんと一緒に北九州の方で文字春秋という新作も回していただきます。これ6月の6日かななんかなんですけど、これもまあね、まあ、まだどうなるか本当にわからない状況ですけれども、本当に、日々なんとかね、一日でも早く皆様にまたお会いして、楽しく舞台を見ていただける日が一日でも早く来ますことを本当に望んでおります、願っております。本日はご視聴ありがとうございました。